種をちょうだい。あなたの暮らしに響かない程度のお金でいいわ。そのお金でアパートを借りるのよ。あとは一人でなんとかするわ。我慢さえすれば生きてゆけるわ。一人だって生きてゆけるわ。別れる前にお金をちょうだい。その方があなただってさっぱりするでしょう。